ご視聴ありがとうございます。落ち葉の隣第1章。おひさはしげじを思っていた。それは初めから分かっていたことだ。ただしげじが小心で、おひさの口からそう言われるまで、胸の奥ではおひさを思い焦がれながら、おひさは三吉を恋しているものと信じ、そのために心をすり減らしているのであった。なんでもないよ、しげちゃん。と三吉が言った。大丈夫だ。心配しなくってもいいよ。これが、しげじと三吉と、そしておひさを結びつけるきっかけになったのだ。しげじと三吉は同い年であった。浅草黒船町の裏の同じ長屋で生まれ、その長屋で育った。おひさは彼らより5つ年下で、やはり同じ長屋のしげじの家と向こう前に住んでいた。三人は小さい自分、お互いを知らなかった。長屋には子供が多いし、三人は目立つような子ではなかったからだ。その上しげじは7つの時に総持寺の末寺へ小僧にやられ、5年の間その長屋にいなかった。父の源氏は古金会をしていたが、しげじを坊主にするつもりだったらしい。こんな世の中では正直者は一生うだつが上がらない。どんな貧乏寺でも一時の住職となれば人にも尊敬されるし、食うにも困らないから、というようなことをまだ7歳にしかならないしげじに言い聞かせた。しげじが12の年に父が死んだ。あとは体の弱い母と8つになる妹のおゆりが残され、暮らしに困るので彼は長屋へ帰った。寺の小僧になって5年、しげじは読み書きや礼儀作法は覚えたが、坊主になる気にはどうしてもなれず、機会があったら逃げ出してやろうとさえ考えていたので、家へ帰ると決まった時には、父の死んだことを悲しむよりも、嬉しさのあまり飛び上がりたいように思った。こうしてしげじが長屋へ帰った年、三吉は反対に田原町2丁目の仏主の店へ奉公に行った。ちょうどしげじと入れ違いのような形だったが、その間半年ばかり一緒に遊んだ。5年ぶりの再会であったが、特に親しかったわけではないから、はじめは同じ長屋の顔見知りというくらいの付き合いで、そこにもしおひさがいなかったら、2人は友達にさえならなかったかもしれなかった。おひさは妹の友達としてすぐ彼に馴染んだ。妹のおゆりより1つ年下の7つで、体つきも顔立ちも貧相な、トウモロコシの毛のような赤毛のしょぼしょぼと生えた頭の、全く見栄えのしない子だったが、しげちゃんのあんちゃんと言って一日中彼につきまとった。5月初めのある午後、オクラの私と呼ばれる渡し場の近くで、しげちはおひさにカニを取ってやっていた。隅田川の石垣にしがみついて、石の隙間にいるカニを取るのだが、5つ6つ取ったとき、近所の子供たちが5人ばかりやってきて、坊主、坊主とからかい出した。寺から帰ってまだ10日ほどにしかならず、彼の頭はまだ坊主だった。自分でもそれが恥ずかしいので、長屋の子供たちを避けていたくらいだから、しげじは震えるほど腹が立った。彼らの中には、鉄蔵、与吉などという乱暴者がいて、しげじをからかいながら、おひさの光景を取り上げて、中のカニを川の中へ放り投げてしまった。おひさの泣き出す声を聞いて、しげじは石垣をよじ登ろうとした。鉄や与吉は腕力が強い。到底かなう相手ではないが、
飛びついていって指の一本も食いちぎってやろうと思ったのだ。その時三吉が現れた。おい鉄、よせよと三吉がおっとりした声で言った。五人がかりで一人をいじめるなんてみっともねえぞ。私なのよとおひさが泣きながら光景を指さした。私のカニも逃がしちゃったのよ。嫌な奴らだなと言って三吉は唾を吐いた。行っちまえよ鉄。五人はぐずぐずとそこを離れ、何か悪態をつきながら駒形の方へ逃げていった。しげじは石垣にしがみついたままこの様子を見ていたが、三吉に感謝するよりも自分が人に助けられたという惨めなやりきれない気持ちで参った。それから半月くらい後に長屋の路地で出会った時、三吉の方からしげじに笑いかけて将棋を指さないかと言った。三吉は色の白い面長な顔で眉が濃く、いつもきっと引き結んだような口つきをしてい、話しぶりや動作もおっとりと全体が大人びていた。しげじは眩しいような目つきをし、将棋は知らないんだと答えた。そんなら覚えればいいさと三吉が言った。うちへ来ないか。しげじは初めて三吉の家へ行った。三吉は両親がなく、茂平という祖父と二人暮らしであった。ずっと後で分かったことだが、三吉の父母は夫婦養子で、茂平と折り合いが悪く、その時から四年前に長屋を出て別居してしまった。しげじはその二人をうろ覚えに覚えていたので、どうしていなくなったのか不審に思ったが、何かしら聞いてはいけないような感じがしたので、三吉には何も言わなかった。茂平の年はもう七十に近かった。背丈が高く痩せてはいたが、まだ足腰は達者で、酒もよく飲むし、しばしば遊びにも行くという噂があった。あがり花の三畳にろくろがんなボスへ、一日中椀の生地を作っているが、いい腕なのでかなりな稼ぎになるのだと言われていた。黙り屋でほとんど口は聞かないけれども、色の浅黒い面長な顔や六尺近い長身の体つきに、どこかの大店の隠居といったような品の良さがあり、ブスケという差配までが一目置いているようであった。しげじは将棋を覚えてから毎晩のように三吉の家へ出かけていった。彼は指物職になるつもりで、浅草橋外の福井町にある指皿という店へ弟子入りをしたが、母が病身なため住み込みでなく、特に通い奉公を許され、朝8時から夕方の5時まで勤めるようになっていた。仕事は追い回しか使い走りで、駄賃くらいの銭しかもらえなかったが、母と妹も内職をするので、親子三人どうやら暮らすことができた。三吉の家へ行くのは夕飯の後で、茂平老人は大抵酒を飲んでいるが、しげじを見ると必ず茶を入れたり、菓子を出してくれたりした。老人はあまり口は聞かないが、孫の三吉が非常に可愛いらしく、そのためしげじにも愛想よくするようであった。三吉はうるさそうな顔をするだけで何も言わないし、もちろん自分でやろうとすることもない。しげじと将棋を指しながら平気でその茶をすすり菓子を食べた。三吉は10月の末に仏具屋へ奉公に行ったが、そのちょっと前のある夜、しげじは怒って三吉を殴った。いつものように将棋を指していて、しげじが二番負け、三度目に勝った。そして四番目の駒を並べるとき、三吉が、今度は加減なしにやるぜ、と言った。これがしげじにカチンときた。じゃあ、としげじが聞き返した。これまでは加減してたのか。いいからやんなよ、と三吉が応用に言った。
待ったなしだぜ。しげじは惨めに負けた。三吉の刺し方は辛辣で、それまでとは人が違うように鋭く、しげじは手も足も出なかった。ちっと三吉は駒を投げ出しながら言った。おめえはダメだな。ダメだって?しげじは震えた。何がダメなんだ?しげちゃん。と三吉が言った。ダメとは何だ?と茂次は怒鳴った。生意気なことを言うな!そして彼は三吉に飛びかかり、押し倒して原骨で殴った。三吉は手向かいもせず、されるままになっていた。茂次は相手が無抵抗なので、ちょっと気抜けがし、同時に相手の眉のところが切れて、血が吹き出しているのを認め、ぎょっとして飛びのいた。怒らせて悪かった。と起きながら三吉が言った。ごめんよ、しげちゃん。大変だ、血が出てる。しげじは青くなった。え、母ちゃんを呼んでくる。その時、老人はいなかったので、彼は母を呼びに行こうとしたが、三吉は、そんな大げさなことはよせよ。と言い、買って行って傷を洗った。左の眉のところが斜めに一寸ばかり切れていた。殴った時、親指の爪が当たったのだろう。それほど深く切れてはいないが、激しいおどきと見えて、なかなか血が止まらなかった。三吉が洗った傷へ塩を吸い込むのを見ながら、しげじはおろおろと謝った。なんでもないよ、しげちゃん。と、その時三吉が言ったのだ。大丈夫だ。心配しなくってもいいよ。その言葉が答えたのは、後のことだ。三吉は間もなく仏具屋へ奉公に行き、すると、茂平は変な女を家へ入れた。年は35、6。小柄で引き締まった体つきにも、浅黒い肌のよく整った目鼻立ちにも、水商売をした者に特有の媚びがあり、ひがみ、ひぶろで、いつもおしろいや香油の匂いをさせているため、たちまち長屋の女房たちの非難の的になった。差配のぶすけが人別調べに行くと、人類の者で名はおみち、年は32歳、しばらく滞在するだけだと答えたそうであるが、両隣の人たちは嘲笑った。昼間はもちろん、近所が起きているうちは静かであるが、夜半から明け方まではひどいというのである。息を殺し、声を潜めてはいるが、それがかえって生々しく、深い実感に満ちていて、例えば両手で耳を塞いでも、その手を通して聞こえてくるようだというのであった。第二章。さんちゃんはどう思うだろう。大人たちの話は、しげじには理解できなかったが、下町で育てば、ませるのが一般だから、ぼろげながら、いやらしいということは感じた。しばらくいて、出て行くのならいいけれども、あのまま女が居つくとすれば、三吉の母ということになる。あんな女を母と呼べるだろうか。俺ならまっぴらだな。と、しげじは思い、三吉が気の毒でたまらなくなった。正月、元旦の昼頃、三吉は、やぶ入りで帰ってきた。どうなることかと心配していると、しばらくして、将棋を指そうと迎えに来た。何も変わった様子はなく、家へ来いというのを聞いて、しげじは、安心すると同時に、ちょっとがっかりした。将棋はよしたんだ。と、しげじは言った。それより、浅草へでも行かないか。しげじの目に気づいて、三吉は左の眉のところを撫でた。そこには、あの時の傷が、薄く、茶色の糸を引いたように残っていた。これが気になるのか?そうでもないけれど。と、しげじは赤くなった。でも、将棋さえやらなければ、あんなことにはならなかったろうからね。なんでもねえのにな。と三吉が言った。いや、浅草へ行こう。妹のおゆりと向こうのおひさが、連れて行ってくれとせがんだ。三吉は、連れて行ってもいいような顔をしたが、しげじはいつになく強い調子で跳ねつけ、三吉と二人だけで出かけた。しげじは小遣いなど持ってはいないので、
見せ物や芝居の看板を眺めたり、大道屋氏の口上を聞いたりしながら、折があったら三吉にあの女のことを聞くつもりでいた。しかし三吉は気前よく二人分の銭を出し、芝居を一つと軽業を見た後、掛け茶屋で安倍川餅を食べた。五時までに店へ帰らなければならないというので、茶店を出ると間もなく帰ることにしたが、雷門を抜けたところで、しげじはそれとなくあの女のことを聞いてみた。三吉はややしばらく何も言わずに歩き続けてから、いつもの穏やかな大人びた口ぶりで言った。呼ぶのに困るんだ、と三吉は苦笑した。おっかさんじゃねえし、おばさんって呼ぶのは悪いようだしな。十歩ほど行ってからしげじがまた聞いた。さんちゃんは嫌いじゃねえんだな。ねえな、と三吉が答えた。俺にはずっと母ちゃんがいなかったから。しげじは頭を垂れた。長屋の者が悪く言ってるってことは知ってるよ、と三吉が言った。人の悪口を言うのに銭はかからねえからな。言いたいものには言わせておけばいいさ。それからさらに言った。そんなことを気にしてくれなくてもいいぜ、しげちゃん。しげじは黙ってうなずいた。俺とは段が違うんだな、と後でしげじは思った。ひさにカニを取ってやっていた時のこと、哲也与吉を追っ払ってくれたが、怒鳴りもしなかったし、脅しもしなかった。行っちまえよ、鉄。そういった静かな声が思い出された。まだこっちは坊主頭で遊び相手もないとき、将棋をやろうと言ってくれた。知らなければ覚えればいいさ。うちへ来ないか。そうして、覚えの悪い俺に、半年も辛抱強く付き合ってくれた。おめえはダメだな。舌打ちをしてそう言われたとき、俺はのぼせ上がるほど尺に触った。尺に触ったのは本当はあいつの方だったろう。半年も辛抱強く教えたのに、いつまで経っても手が上がらない。誰だっていい加減飽き飽きするさ。それを俺はカッとなって殴りつけた。左の眉のところが切れて血が吹き出した時の驚き。だが三吉は怒らなかった。自分で傷の手当てをしながら、何でもない。心配しなくてもいいよと言ってくれた。人間の段が違うんだな。しげじはそう思った。人の悪口を言うのに銭はかからないとあいつは言ったが、我が家の人たちが悪く言うには理由がある。俺だってあんな女はいやらしいし、あいつだって好きにはなれないはずだ。朝からおしろいの匂いをプンプンさせて、だらしのない格好をしている女なんぞ。あいつだって我慢がならないに違いない。けれども、あいつはそんな毛振りも見せなかった。ああいうのを、十万人に一人っていう人間かもしれねえな。しげじは、十三歳の頭でそう思った。田原町と黒船町は、割に近いので、月に三度か五度くらい、三吉は長屋へ現れた。大抵は使いに出たついでのことで、しげじは、差し定へ行っているからほとんど会わなかったが、妹のおゆりや向こうのおひさからよくそれを聞いた。ことにおひさは三吉のことになるとムキになり、彼の言った言葉やどんな顔つきをしたかなどということまで詳しく覚えていて、しげじに告げた。あの人にお土産を持ってくるのよ、とおひさは言った。いつでもよ、あたいちゃんと知ってるわ。あの人って誰だ。三吉さん家にいる女の人よ。わかってるくせに。おひさは彼をしげちゃんのあんちゃんと呼ぶが、三吉の時は名前にきちんとさんをつけて呼んだ。こんなチビでも人の見分けはつくんだな。しげじはその頃からそう思い始めた。おひさは三吉が好きなんだ。よせばいいのにな。あいつは今にきっと偉い人間になる。おめえみてえなみっともねえ子なんか見向いてもくれやしねえ。あんまり好きにならねえ方がいいぜ。などと思うこともあった。その年の秋口、7月に入るとすぐに
長屋で利病が流行り出し、妹のおゆりが5日病んで死んだ。激しい下痢が続き、しまいには血を下したが、布団から畳に通るほどの血で、医者にも手当てのしようがなかった。その長屋で子供が他に3人、老婆が1人死に、隣の町内でも幾人か死んだ。さぞ苦しかったろうね、かわいそうに。母はおゆりの死に顔に化粧をしてやりながら、同じことを繰り返していった。私はこんなに体が弱いんだもの。死ぬなら私が死ぬ順じゃないか。私はもう先に望みはありゃしない。お前はこれからどんなにでも幸せになれたのにね。棺を出そうとしているところへ三吉が悔やみに来た。急に背丈が伸びたようだし、口の利きようも一層落ち着いて、しげじにはちょっと近づきにくいようにさえ感じられた。近所の人たちのごたごた混み合っている中で、三吉は悔やみを述べ、香典の包みを置くと、しげじに目配せをして脇へ呼んだ。これは田原町をよすことにしたよ、と三吉は言った。蒔絵職人になるつもりなんだ。落ち着いたらまた話に来るからな。その時、おひさがこっちへ来て、三吉さん、と呼びかけた。三吉がそっちを見ると、おひさはしげじの後ろへ隠れて、恥ずかしそうに笑いかけた。三吉も微笑み返したが、何も物は言わず、しげじに、じゃあまた、という手真似をして立ち去った。妹に死なれたことは、しげじにとっても大きな痛手であった。しかし、育ち盛りのことであるし、母がいつまでもくどくど嘆き続けるので、それがうるさいために、かえって早く悲しさを忘れるようになった。それより前、9月の晦日に三吉が訪ねてきて、蒔絵師のところへ弟子入りが決まったと言い、ちょっと外へ出ようと誘った。それから隅田川の河岸へ行き、そこで半時ばかり話した。決まった先は、日本橋横山町の島田藤兵衛と言って、大名道具を扱う店だということであった。俺は名を挙げてみせるよ。三吉は珍しく興奮した口ぶりで何度もそう言った。金なんかいらねえ。一生貧乏でいい。たとえ屋根裏で飢え死にをしてもいいんだ。その代わり、これは誰それの策だと。100年先まで名の残るようなものを作ってみせるよ。しげじは圧倒された。三吉がそんな様子を見せたのも初めてであるが、屋根裏で飢え死にをしてもいいとか、100年の地まで名の残るような仕事をするなどという言葉は聞くのも初めてであるし、その意味もよく飲み込めないので、三吉が自分の知らない世界に入り、見上げるほど高く偉いものになったように感じられたのであった。あいつはきっとそうなるだろう。しげじはそれを確信した。そして自分が彼の額を傷つけた時のことや、怒りもせずに落ち着いた手つきで傷の手当てをしていたことを思い出し、あんなところにも人に真似のできない性分が現れていた。やっぱり偉くなるやつは違うんだな、と思った。年が明けて2月、しげじは差し定の店へ住み込みで奉公することになった。母のことは、向こうのおひさのうちで面倒を見てくれるというし、通いでは本当の仕事が覚えられない。それに年も重視になったので、思い切ってそういうことにした。そして住み込みと決まった時、横山町の島島の店へ行き、三吉を呼び出してそのことを告げた。俺は三ちゃんのような能はねえけれど、と彼は別れる時に言った。それでも、一人前の職人にはなるつもりだよ。おめえは腕っこきになるさ、と三吉は励ますように言った。やぶ入りに会おう。第3章。それから3年経った秋、おひさの母親が死んだ。しげじが仕事でカンナを使っていると、女中が来て、おひさっていう子が来ていると告げた。
名前だけではちょっと思い出せず、カンナクズを叩きながら行ってみると、勝手口の向こうにある薪小屋の前に、おひさが立っていた。だがそれがおひさだとわかるまでには、ちょっと暇がかかった。その年のお盆の藪入りにあってから、それほど日は経っていないのに、背丈も一寸くらい伸びたようだし、顔や体つきにも、どことなく丸みがついて、みっともないチビという感じとは、すっかり変わって見えた。しげちが近寄ってゆくと、おひさはいっぱいに見開いた目で彼を見つめたが、その目から大きな涙がこぼれ落ちるのをしげちは見た。母ちゃんが死んだの。おひさは前かけで顔を覆い、泣き出しながら言った。母ちゃんが死んじゃったのよ。しげじは口を開いたが、すぐには言葉が出なかった。彼はおひさの肩へ手をやり、するとおひさは体ごともたれかかった。前かけで顔を覆ったまま、彼の胸へもたれかかって、ふっとむせび上げた。どうしたんだ？いつ死んだんだ？昨日が初七日だったの。知らなかったな。病気だったのか？10日ばかり寝ただけ。おひさが答えた。寝て2、3日すると頭がおかしくなって、死ぬ時にはわけがわからなくなっていたの。ちっとも知らなかった。大変なことになっちゃったな、それは。俺は間抜けなことを言うぜ。しげじは自分に舌打ちをした。もたれているおひさの体が、触れているところだけ熱いように感じながら、悲しいような気分さえ起こらない自分が恥ずかしくなるばかりだった。私、どうしよう、しげちゃん。おひさはむせび上げながら言った。私、どうしたらいいかしら。どうするって何を。おひさは急に体を固くした。しげじはその体を押し離して、顔を覗き込みながら、どうかしたのか、何か心配なことでもあるのか、と聞いた。おひさはしばらくじっとしていたが、やがて小さくかぶりを振ると、涙で濡れた顔をよく拭いて、前掛けを下ろした。何でもないの。おひさは微笑した。母ちゃんに死なれて心細くなっただけよ。ごめんなさい。そうだろうけれど、麻婆がいるからな。と、しげじはぎこちなく言った。おじさんはあんなだから、おめえがしっかりしなくっちゃ、麻婆がかわいそうだぜ。おかしいのね。おひさはぼんやりと独り言のように言った。あの子ったら母ちゃんが死んでも泣かないのよ。そしておひさは喉でしゃっくりのような泣きじゃくりの音をさせた。その夕方仕事を終わってから、しげじは親方に訳を話しておひさの家へ悔やみに行った。先に家を覗くと、母がおひさと増吉に夕飯を食べさせているところだった。しげじは声をかけておいておひさの家へ行った。兄弟の父は角蔵といい、今戸の瓦屋の職人だったが、酒癖が悪く、飲み出すと3日も5日も休みなしに飲み、もちろん仕事には出ないし、酒乱のようになった。そうかと思うとピタッとやめて、20日も1月も一滴も飲まないことがある。そんな時は、体まで小さくなったかと思うほどおとなしく、ろくろく話もできないというふうになるが、飲み始めるとまた同じような結果になるのであった。しげじが悔やみに行った時も酔っていて、しげじの挨拶など耳にも入らない様子だった。表の擦り切れた古畳の上へ、片肌脱ぎになってあぐらをかき、飯茶碗を持って飲んでいた。周りには食い荒らした皿や丼や小鉢物と一升どっくりが6、7本も並んでおり、部屋の中は胸が悪くなるほど酒の匂いがこもっていた。子供は親のもんだ。そうじゃねえか？と角蔵は言った。子供ってやつは親が産んで親が苦労して育てたもんだ。そうじゃねえってのかい？おい、そうじゃねえって言うのか？
しげじは立とうとした。おい待て、逃げるなと角蔵は怒鳴った。帰るんならそこのところをはっきりさせてから帰れ。子供は親のもんじゃねえのか。そんなことわかってるじゃねえかとしげじはなだめるように言った。一体何を怒ってるんだよおじさん。子供が親のものならどうして親の自由にしちゃいけねえんだ。子供を育てるためには親は随分苦労をしている。てめえの食を詰めても子供に食わせ、伸びてえ酒も加減して暑さ寒さに引っ張るものの心配をしなければならねえ。そうやって育てた子供なんだから、親が困ってる時親のために働くのは当たり前だろう。そこまで聞いてしげじはドキンとし、そうだったのかと心の中でつぶやいた。私どうしたらいいかしら。おひさがそう言いに来たのはこのためだ。おととしのお盆に帰った時、彼は母から聞いたことがあった。例によって角蔵が飲み続けた挙句、おひさを芸妓屋へ売ろうと言い出し、そのためひどい夫婦喧嘩になったというのである。あんなみっともねえ後悔と茂次は笑って聞いたが、女房に死なれた角蔵はきっとまたそんなことを考え出したに違いない。ひでえ人だなと思いながら、やがて茂次は立ち上がって自分の家へ戻った。おひさは勝手で茶碗を洗っていい、母は安どんのそばで安吉の手の爪を切ってやっていた。しげじは低い声で角蔵の様子を話し、どういう事情なのかと聞いた。想像した通り、女房が寝つくとすぐにおひさを芸妓屋へ売ろうと言い出した。女房は危ないと感じたのだろう。しげじの母と差配のぶすけに立ち会ってもらい、どんなことがあってもおひさを売るような真似はさせないでくれと頼んだ。おひさもよく言い聞かせられたのだろう。母親が死んで5日と経たないうち、父がその話を持ち出したので、すぐに差配のところへ駆け込んだ。私は女だから口出しはしなかったけれど、と母は言った。差配さんは膝爪でかなり強いことを言ったらしい。それからずっと飲み続けで、あの通り怒鳴り散らしているんだ。乱暴をしそうで怖いと言うから、おひさと増吉は母が預かった。落ち着くまで預かるつもりだけれど、三人口を養うとなると、と言いかけて母は口をつぐんだ。当分のことならなんとかなるよ、と茂次は言った。だけど差配が止めるだけで大丈夫なのかな。角さんがやる気になればダメらしいね、と母は言った。芸妓屋へ直にしろ、世間に頼むにしろ、親が金を取ってしまえば、お上の力でもどうしようもないそうだよ。ひでえもんだな。と、しげじは、幾度も首を振った。ひでえもんだな。勝手で物音がしなくなり、おひさのすすり泣く声がかすかに聞こえた。しげじが行ってみると、おひさは流しの前に立ち、あいかけで顔を覆って泣いていた。小刻みに震えている肩に、赤いタスキのかかっているのが、しげじの目にはひどくいじらしく見えた。泣くなよ。泣いてる場合じゃねえじゃねえか。としげじは言った。いくら親だからって、立派に働ける体を持っていて、自分が怠けたり酒を飲んだりするために、子供を売るなんて非道な真似ができるもんか。そんなものは親じゃねえぜ。そうだろう。でも、あきちゃんだって売られちゃった。泣きながらおひさが言った。いやだいやだって泣いてたけれど、去年とうとう売られちゃったのよ。あきちゃんって誰だ。お二売りのうちの人よ。覚えてねえな。としげじは首をひねった。それはその子が気が弱かったからだよ。本当に嫌で死ぬ気になってみな。人間死ぬ気になってやればできねえことはねえぜ。おひさは顔を上げた。涙で濡れた目を拭き、その目でじっとしげじを見つめた。三吉さんもそう言った。三ちゃんが？いつ？今年の正月のやぶりの時よ。おひさは言った。江戸一番の職人になるんだ。死ぬ気になってやるつもりだって。
しげじは胸の奥に一種の痛みを感じた。どういうわけか理由はわからないが、重苦しいような痛みを胸の奥に感じて顔をしかめた。それでわかるだろう。としげじは乾いた声で熱心に言った。職人になるんでさえ死ぬ気でやるって言うんだ。おめえは自分の一生と麻婆のためだぜ。もう十二なんだからな。麻婆のためにも自分の一生のためにも死ぬ気になって頑張ってみな。その気になればきっと切り抜けられるぜ。とおひさはうなずいた。やってみるわ。麻婆さえいなければ私死ぬつもりだったんだもの。やれるだけやってみるわ。しげじは母に金を届けると言って間もなくいとまを告げた。年季奉公には場合によって主人から金を借りることができた。しげじは借りなかったので少しぐらいならどうにでもなった。三吉とそんな話をしたのか。棚へ帰る途中でしげじはそうつぶやいた。俺にはそんなことは言わなかったがな。いつそんな話をする暇があったろう。その時また胸の奥にあの痛みが起こった。しげじは訳がわからず立ち止まってそっと片手で胸を押さえた。第四章。19の年の11月、しげじは初めて居酒屋へ入って初めて一人で酒を飲んだ。それまでにも祭礼とか祝い事、正月などに兄弟子たちに強いられて舐めるくらいのことはあったが、杯に二つもやると体中火がついたように熱く、今にも心臓が飛び出しそうになるので酒と聞いただけでも逃げ出すようにしていた。だがその日は飲みたかった。人の酔うのは見ているから、そんな風に酔えればありがたいし、酔えなくともただ苦しくなるだけでもいい。思うさま自分を苦しめてみたいというような気持ちであった。神田川の河岸にあるその居酒屋は小さくて汚い上に、荷揚げ人足や船頭など川筋で働く人たちが主な客だから、金定の職人などはもちろん近所の者と勝ち合う心配はなかった。店は20人も入れるだろうか。暗くて湿っぽい土間に長い飯台が2つ、それを囲んで空き樽に薄い布団を置いたものが並べてある。15日の黄昏でかなり混んでいる店の一番隅に席を見つけ、しげじは壁へくっつきそうな格好で肩をすぼめながら腰をかけた。年は二十歳ちょっとぐらいだろうが、初体崩れのようなひどく老けて見える女が注文を聞きに来て、おや、金定さんの兄さんじゃないの？と驚いたように言った。しげじは逃げ出したくなったが、やっと我慢して酒と魚を頼んだ。だらしがねえな。としげじは口の中でつぶやいた。そんなことわかってたじゃねえか。忘れちまえ。佃煮と目指しの焼いたのと馬煮などが並び、しげじは2杯まで目をつむって飲んだ。これまでとは違って苦くもなく匂いも鼻につかなかった。忘れちまえと心の中で繰り返し、幾度もぎゅっと目をつむって頭を振った。だが目の奥に残った印象は深く強烈で、まるで刻みつけでもしたようにどうしても打ち消すことができなかった。彼はおひさと三吉が抱き合っているのを見たのだ。勝手口の外にある薪小屋の前で、背の高い三吉が上からかがむようにし、おひさは背伸びをして両方でお互いの体を抱きしめ、そして唇を合わせていた。それは懸命なひたむきな姿で、勝手口へしげじの出てきた物音にも全く気づかないようであった。おひさは金定の女中をしていた。父親が何をするかわからないので、しげじが親方夫婦に話したところ、三人いる女中の一人に嫁の話があり、その代わりを探していたところだそうで、すぐに相談が決まった。差配のブスケがおひさの父と金定の親方との間に立って、
お久の身売りなどはしないという証文を入れ、年期七年で五両という金を貸した。受け人は無論ブスケで、残った増吉は茂次の母が世話をすることになった。それから足掛け三年、お久も14歳になるが、店で一緒に暮らし始めてから、茂次はいつもお久に気をつけ、他の女中や職人たちにいじめられたり、悪さをされたりしないようにかばってやった。出しゃばるんじゃねえぜ。無用に気を利かせたり、さえ走った風をしない方がいい。あの子は間が抜けていると言われるくらいの方が、方々から憎まれずに済む。それをよく覚えておくように、などと、いっぱし大人ぶった口ぶりで、だが心から真剣に、茂次は繰り返し注意したものであった。この間ずっと、休みの日には大抵三吉が訪ねてきた。そして一緒に芝居や寄席や、季節によっては菊見、船遊び、湯山などにも出かけた。横山町の店はやかましいとのことで、いつも三吉の方から来るのだが、するとお久の様子が目立って変わった。三吉はそれまで通り、一言か二言話しかける程度だが、お久は顔をあからめ、返事もろくにはできず、潤んだような目で気づかれないようにそっと見上げたりする。そのくせ三吉のいる間はそわそわと落ち着かず、ヘマなことをして方々の女中に叱られるといったようなことを繰り返した。まだ13や14で、嫌だよこの子は、もう色気づいちゃったんじゃないの。今年になってから口の悪いおつねという女中にずけずけとそう言われ、お久は泣き出したことがあった。今始まったことじゃね。茂次は持った杯を見つめながら一人でそっとつぶやいた。お久は昔から三吉が好きだった。それでいいじゃねえか。おい茂、てめえや気持ちを焼いてるのか。杯を持つ手に力が入り、指の節がぐっと高くなった。こんなことはざらにあるんだろうな。今の俺のようにこんな惨めな思いをしている者がこの世の中にどれほどたくさんいるだろうか、と茂次は心の中で思った。どうしたの兄さん。こう言われて目を上げると、さっきの豊島女が前に来ていた。私お次っていうの。女はニッと笑いながら勘どくりを持った。あら、ちっとも減ってないじゃないの。お酌しましょう。自分でやるからいいよ。そんなに嫌わなくてもいいでしょ。お次は酌をしながら茂次を見た。私前からあんたのことよく見かけていたのよ。今日はどうしてこんなとこへ来たの。茂次は返事ができなかった。飲みたかったからさ、とようやく言って、彼は思い出したように杯を差し出した。一つやらねえか。いただくわ。お次は杯を受け取った。一つだけね。ありがとう。こんなところにいるとつい飲むようになってしまうのよ。嫌いだったのが今は好きになったけど、酔うとだらしがなくなるから店にいる間は飲まないようにしているのよ。とお次は言った。言葉は乱暴だが、さっぱりした中に何とはない温かみがこもっていて、茂次はいつか甘えたいような気分に引き込まれた。ちっとも飲まないじゃないの。やがてお次がいぶかしそうに言った。私がいちゃ邪魔。そうじゃねえ。茂次は目をそらしてつぶやくように言った。初めてだからまだ。お次の目に何と言いようもない色が動いた。店の中はほとんど客がいっぱいで、皿小鉢の音や話したり笑ったりする高声や、三人いる小女たちの甲高い呼び声などのため、茂次のいるその隅だけひとところ穴が開いたように感じられた。私小さい時にね、とお次が言った。おみおつけの鍋へ踏み込んでこっちの足にやけどしたことがあるのよ。5つの年だったかな。火から下ろしたばかりで鍋はグラグラ煮立っていたの。危ねえ。
しげじはキュッと顔をしかめた。おっかさんがうどん粉に酢を入れて練ったのを塗ってさらしで巻いてくれる間、私死んじゃいたい死んじゃいたいって声限り泣いてた。痛かったろうな。痛いためばかりじゃないの。どう言ったらいいかな。お次は機械的に勘どくりを持ったが、しげじの杯にまだ酒があるのを見て、それを下に置きながら続けた。こんな大変なことになったらもう生きてはいられないだろう。いっそ死んじまう方がマシだっていうような気持ちだわね。そうよ、そんなような気持ちだったわ。同じような気持ちになったことはそれから後にも三度ある。そして死んじまいたいと思い詰めるその時の気持ちには嘘も誇張もない、ギリギリいっぱい死ぬより他にないと思うのだが、その時が過ぎてしまうと気持ちもいつか変わってゆき、そんなに思い詰めたことが馬鹿らしくさえなる、とお次は言った。人間ってそんなものらしいわ。お次はニッと微笑した。悲しいことかもしれないけどね、おかげで生きていられるんでしょ。何のためにそんな話をするんだ。初対面なのに何か勘違いをしているな。しげじはそう思いながら、やはり温かな母親の乳の匂いでも嗅ぐようなしんみりした気分に浸っていた。俺しげじって言うんだ。ふとそう言ってから恥ずかしそうに彼は赤くなった。そう、とお次はうなずいた。しげさんね。奥の方でお次を呼ぶ声がし、小女がこっちへ来て、姉さん、と言った。多分馴染みの客なのだろう。お次はしげじに手を出して言った。もう一つちょうだい。しげじはうろたえた手つきで持っていた杯を渡し、酌をしてやった。ごちそうさま。お次は飲んでからそう言って、しげじの顔を見た。よかったらまた来てね。くよくよするんじゃないのよ。しげじは間もなくその店を出た。思いがけないことだが、お次という女と話した後、彼は三吉に悪かったなと思った。その日は一緒に寄席へ行くはずだったが、巻小屋の前のことを見てカッとなり、今日は体の具合が悪いからと断ってしまった。二人のことは分かってたんじゃねえか、と彼は自分を責めた。どっちも古い友達同士なんじゃねえか。しげ子、てめえキザな奴だぜ。第五章。今にお久は三吉と一緒になるだろう。三吉はきっと江戸に何人という職人になるだろうし、そうすればお久も幸せになれる。二人はそうなるように決まっていたんだ。しげじはそれを納得した。小さい自分からのことを思い返してみろ。二人がそうなるのは当然のことじゃないか、と彼は幾度も自分に言った。そこまではっきりしているのに、巻小屋の前の二人の姿を思い出すと、その度に胸が裂けるような痛みを感じた。いつだったかしげじの家の勝手でおひさが泣いていて、三吉さんもそう言った、とおひさの口から聞いた後、胸の奥にわけのわからない苦痛が起こった。その時の痛みに似ていて、もっと鋭く深く息ができなくなるほどの痛みなのだ。俺だけじゃねえんだな、としげじはよく独り言を言った。あのお次っていう人だって、女の身で随分辛い思いをしたらしいからな。お久とはなるべく顔の合わないようにしたが、同じ家にいるので全く見ないわけにはいかないし、何か話しかけられれば返事もしなければならない。久の様子には何の変化もなく、これまで通り彼を頼みにし、つまらないようなことでもいちいち彼に相談するという風であった。重視ぐらいでも女ってものは大した度胸があるんだな。男と抱き合い唇を吸い合うなどということは大変な出来事のはずだ。言ってみれば一生が決まるようなことだろうのに、何の変化も見せないというのは
よっぽどの度胸があるに違いないと彼は思った。しげちはやがて自分の気持ちを隠すことを覚えた。おひさにも三吉にもできる限りそれまでと同じような態度をとり、自分の感情を表へ表さないように努めた。こういう努力には卑屈感が伴わずにはいない。しげじは時々自分が惨めでやりきれなくなることがあった。そんなことはたびたびではないが、どうにも我慢のできないような時にはいつかの居酒屋へ行って気を紛らわした。そういう時は三吉にもわかるらしく、腑に落ちないような目でしげしげと彼の顔を見ることがあった。おめえどうかしたのかと、ある時三吉がいぶかしそうに聞いた。この頃なんだか様子のおかしな時があるぜ。そうかな、としげじは首をかしげた。自分じゃ気がつかねえがな。だらしのない話だが、その時しげじは嬉しいような気持ちになった。やっぱり友達なんだな。心にやましいことがあればそんなことを聞きはしないとしげじは思った。おひさとのことがやましければ俺の様子で気がつくはずだ。俺がこんなに用心しているのにおかしいなと感づくのは、俺を友達として心配してくれるからだし、心にやましさがないからだ。いいやつだな。あいつは思いやりのあるいいやつだ。あいつに比べると俺はみみっちいくだらねえ人間じゃねえか。あいつは頭もいい。自分で言う通りきっと偉い職人になるだろう。俺なんかには過ぎた友達だとしげじは思った。二十歳になった頃から三吉の訪ねてくるのが少なくなった。店の手が開かないんだと言ったことがある。島島では腕っこきの一人になった様子で、大名屋敷や金持ちの家へ直し物に通うこともあり、休みの日にも遊ぶより仕事をする方が面白いという風であった。しげじは兄弟子に勧められて歯歌の稽古を始めたが、どうしてもうまくならないし声が悪いので、落ち葉に雨のというのを半分やりかけたままよしてしまった。ある時また貸しの居酒屋へ行った時、少し酔ったのだろう、自分でも気づかないうちにその歌を歌い出した。三吉があまり来なくなってからだから二十歳の年の冬のかかりだったろうか、雨が降っていて客もあまりなく、彼はいつもの隅に腰をかけてお次の尺で飲んでいた。飲むと言ってもお次に透けてもらってせいぜい一本というところだし、それも大抵三分の一は残るのが例であった。その晩も余計に飲んだわけではないが、珍しく客が少ないのと気のめいるような雨の音とで、なんとなくそんな気分になったのだろう。稽古したところだけを低い声でそっと歌った。あら、いいわねとお次が言った。粋な文句じゃないの、あと歌ってよ。よせよ、恥ずかしい。しげじは赤くなった。我ながらこの声にはうんざりしているんだ。あんたのお箱よそれとお次が言った。何かっていうと自分をけなすんだ。よくない癖だよしげさん。あんたはいい人だけれど、それだけは直さなくちゃいけないよ。しげじは黙った。あとを聞かして。お次は気を変えるように言った。私好きだわその歌。しげじは首を振った。これっきりしか知らないんだ。そんなこと言わないで。本当に知らねえんだとしげじが言った。ここまでやってみたけれど自分でもおかしくなってよしちゃったんだ。お次はじっとしげじを見ていて、悲しい性分だねあんたって人はとため息でもつくように言った。そしてそこまででいいからもう一度聞かせてくれとせがんだが、しげじはすっかり照れてしまい、この次にしようと断った。その次の次あたりだろう、やはり客の少ない晩に
しげじは何気なくその歌を歌った。もちろん張った声ではない、無意識なつぶやくような声であった。その時もお次は向こうに腰掛けていたが、今度は何も言わず勘どくりを持ったまま目をつむってしんと聞いていた。歌い終わってからお次のそのしんとした表情を見、自分が歌ったことに気づいてしげじは赤くなった。いい歌だよとお次は目を開いていった。悲しくって切なくなるようだ。すっかり習っちまえばよかったのに。ああとお次はすぐに頭を振った。そうじゃない、それだけの方がいいかもしれない。後の切れちまってる方が情が残っていいかもしれないよ。いろんなことを言うんだな。しげじは苦笑いをした。俺なんかには文句の意味もわからねえよ。もうすぐだよとお次が言った。そういう気持ちを覚えるには学問もいらず手間もかからないからね。そんなことを言われたのが心のどこかに残ったのだろうか、それとも他に知った歌がないためか、仕事を離れてとぼんとしている時などにふと気がつくとその歌を歌うのが癖になった。おかしなやつだぜと歯歌のうまい兄弟子が言った。歌ってものはしまいまできっちり覚えてから歌うもんだ。半端な歌は歌うな。しげじは一言もない。なるべく気をつけるようにしたが、つい忘れて時々我知らず歌い、一人で赤くなるようなことがあった。22の年の春、三吉は長屋へ戻って島島の店へ通いの職人になった。店では一番の腕だそうで、大名や富豪の屋敷へはもっぱら彼が行くのだということであった。その年の夏、お久も暇を取って家へ帰った。父親の角蔵が中気で倒れそのまま寝込んでしまった。増吉は神田白壁町の質屋へ奉公に行ったばかりだし、どうしてもお久が帰らなければならなかったのである。休みには家へ帰ってね、しげちゃんと暇を取って出て行くとき、お久が言った。この頃あんまり帰らないんでしょ。帰らなくはねえさ。大抵芝居かどっか行くじゃないの、知ってるわよとお久が言った。でもこれからはなるべく帰ってね。三吉がいるぜと口まで出かかったが、しげじはうんとうなずいただけであった。母親の暮らしを助けるためにしげじは親方から三度金を借りているし、月々いくらかずつは仕送らなければならないので、23で年季の明けるはずがなお1年伸びることになっていた。彼は手の遅い方だし、見栄えのするような仕事はできなかった。それで兄弟弟子たちからは軽く見られていたが、見てくれに構わず急がない品なら誰にも負けないものを作るので、特にタンスなどは名指しで来る注文が少なくなかった。しげじはみそかだけは家へ帰った。しかし母にいくらか渡すと茶もすすらずに飛び出してしまう。三吉やおひさに会いたくなかったし、愚痴っぽくなった母の繰り言を聞くのも気が重かったのだ。そういう年頃になったんだねと母はたびたび言った。男の子が二十歳を越せば自分のうちなんか気不正になるんだろう。いいよ、お前だけじゃないんだから。注文の仕事が仕えてるんだとしげじは目をそらしながら答える。名指しの注文なんだから、休みだからって遊んでるわけにはいかないんだよ。そんな風に上がりがまちで言ってそのまま出てしまうことが多かった。お久は父の看病をしながら仕立て物の陳仕事をしているそうで、時には母のところへわからないところを聞きに来ていて、しげじと顔の合うこともあったが、お久の方が先に目をそらすようで話をする機会はほとんどなかった。第6章、24の年の
3月に茂次はようやく年季が明けて黒船町裏の家へ帰った。店と縁が切れたわけではなく、通いでもう 2,3 年仕事をすれば親方が店を分けてくれる約束であった。こうなれば避けるわけにはいかない。朝出かける時などしばしばおひさと出会った。おひさも19ですっかり女らしくなっていい、朝の挨拶をする時などちょっとした微笑やお辞儀の仕方などにほのかな媚びが感じられた。そんなことが目につくと茂次の胸はまた痛みに襲われ、一日中その痛みの続くこともあった。三吉ともよく会うが、彼は泊まり込みで修理物に出かけることが多く、またお互いの仕事が違うためもあろうが、以前ほど親しい行き来はしなかった。どうして二人は一緒にならねえんだろう。茂次はそれがいぶかしかった。三吉にも祖父とその女がいるし、おひさには寝たっきりの父親がある。多分それが触りになっているのだろうと思ったけれども、三吉は男であり、祖父は丈夫で女もいる。その気になればおひさと夫婦になって病人一人くらい養ってゆけるではないかなどと思ったりした。夏になってから浅草寺の46,000日のすぐ後のことだが、茂次が晩飯を済ませたところへ三吉が訪ねてきた。おばさん、こんばんは。そう言いながらさっさと上がってき、爪楊枝を使っている茂次の脇に座った。おめえに見せてえものがあるんだ、こいつを見つくれ。あっけに取られている茂次の前へ2尺に3尺ほどの紙を広げた。母が茶舞台を持って行き、三吉は安頓を引き寄せた。その紙には一脚の厨子の絵が極彩色で描いてあった。俺にはよくわからねえが、と茂次が言った。見たことのねえもんだな。文台ってやつか。久し二階の厨子って言うんだ。大名道具だな。紀州様から出たんだそうだ、と三吉は興奮して言った。今は本町二丁目の小村屋のもので、この下の段仮装って言うんだが、ここのところの螺鈿が行けなくなったんで、俺が50日がかりで繕ったんだ。小村屋という名は茂次も聞いていた。日本橋本町二丁目の唐物商で長者番付にも乗るほどの富豪だという。主の喜左衛門は茶人としても名高く、歌俳諧なども堪能だという評判だった。その厨子は先代の喜左衛門が喜池から賜ったのだが、作られたのはおよそ700年前であり、関白藤原の何がし家の長女だった。そういう由緒のある品だから外へは出せない。三吉は小村屋へ通って修理をし、終わりの7日ばかりは泊まり込みでやったということであった。この青貝の脇を見てくれ。三吉は指で5箇所を指し示した。これはスズムシなんだ。ここと、ここに5匹いるだろう。それでスズムシの厨子という名がついているんだ。そして、漆や蒔絵の図柄や、螺鈿の細かい技巧について、蚊に食われるのも知らず、熱を込めた口ぶりで熱心に説明した。やっぱり大したやつになったな。茂次はそう思ってたじろいだ。彼にはその厨子がそんなに貴重な品かどうか見当もつかない。もちろん実物を見たわけではない。三吉の描いた絵とその説明を聞いただけであるが、それだけでも実物を見るような感じがした。しかし彼がたじろいだのは厨子に対する三吉の態度であった。彼の周りにも随分凝り性なものや変わった性質のものがいる。それは職人かたぎといって、どんな職にも一風変わった名人肌の人間がいるものだ。三吉もそういう一人なのだろうが、それらよりもっと大きな底の知れない才能といったものが感じられた。いけねえ、しゃべりすぎた。
三吉はふとしげじを見て苦笑した。すっかり退屈させちゃったようだな。退屈なもんか、戸惑ってるだけだ。700年か。三吉は絵を畳みながら独り言のように言った。こいつはきっと千年以上も残るぜ。三吉のすごいような目つきを見て、しげじはずっと以前のことを思い出した。金なんかいらない、一生貧乏でたとえ屋根裏で死んでもいい。百年先まで名の残るようなものを作ってみせる。三吉はそう言ったことがあった。確か二人とも13だったろう。仏具屋を辞めて島棟へ入る前のことだ。それから丸10年の世も経ち、しげじは忘れていたが、三吉の心の中には今でもあの時の火が燃えている。10年以上もの間休みなく燃え続いていたのだろうし、今ではもっと激しくなっているようだ。やっぱり三吉は何万人に一人っていう人間なんだな、と茂次は思った。その前後から三吉の家がうまくいっていないというような噂を聞くようになった。祖父の連れ込んだ女はお道といい、もう40を越していた。はじめ1年も続くかどうかと言われたくらいで、こんな裏長屋にはそぐわないような荒っぽい女だったが、茂平との仲もいいし、40を越したとは思えないほど今でも若々しい色気を持っていた。噂の種はそのお道で、三吉と怪しいから茂平が焼き餅を焼くとか、三吉がお道を追い出そうとしているとか、全く反対な陰口が広まっていた。茂平さんはもう80だろう、というものがあった。女の方は40を出たと言ってもあの通り色気たっぷりだからな。おまけに三吉のやつがまたいい男と来ているんだから、無事に収まってくわけがねえや。あの人毎晩のようにせっつくんですってよ、という女房もいた。それではおじいさんの体がたまらないだろうって三吉さんが出て行けがしにするのよ。何しろおじいさん孝行な子だったものね。しげじはどっちの噂も信じなかった。三吉にはおひさがいる、あんな女に関心を持つはずはない、あいつの頭は仕事のことでいっぱいなんだから、そう思っていた。その頃しげじはようやく酒の味がわかるようになり、休みの日や気持ちの塞ぐような時には居酒屋とか蕎麦屋などで一杯やる癖がついた。飲むと言っても一本がいいところで、それを一時もかけて舐めるように飲む。たまに二本目を取ったりするが、どうしても半分は残るのであった。神田川の貸しのあの居酒屋は馴染みのようになった。お次という女はもういなかった。しげじの年季が終わるちょっと前にその店を辞めてしまい、どこへ行ったかわからなくなった。おたつという女中の話によると、博打打ちの男があり、その男と一緒に上方の方へ行ったらしいということであったが、別の女中は体が悪くなったので国へ帰ったようだと言っていた。国がどこだかは店の主人も知らず、どっちの話が事実かもわからなかった。しげじはしばらく寂しかった。それほど好きというのではない。初めの時に感じた温かいいたわり、男のような言葉つきの中にある裏悲しいような響きなど、向き合っていると心から慰められるように思えた。他にも馴染みの客が少なくないらしいのに、しげじが行くとすぐに寄ってきて帰るまで相手をしてくれる。色恋とは全く別な姉と弟という感じだったろう。いなくなられた後も好きな姉を失ったというふうな気持ちであった。9月の15日の休みにおひさを芝居へ連れて行ってやれと母に言われた。嫌だよ、と茂次は断った。みっともなくってそんなことができるかい。何がみっともないのさ。長屋のみんなに変な目で見られるじゃねえか。そしてほとんどつぶやくように言った。芝居なら
三吉に連れてってもらえばいいさ。三ちゃんがどうしたって？なんでもねえよ、としげじは言った。二三日前縫ってた三吉の合わせもちょうど仕上がったんじゃねえのか。母は口をつぐんだ。三日前の夜、おひさが縫いかけの合わせを持ってきて、ひとところどうしてもうまくいかないからと母の手を借りていた。コリコリするような紡ぎ地まで母は針を動かしながら、三吉さんにぴったりの柄じゃないかと言っていた。しげじは木綿のほかに着たことはないが、三吉は渋い絹物を好んで作った。多くは紡ぎで、色も柄も渋いものだし、光るような生地は決して使わないから、絹物といっても着たところに嫌味はなかった。酒でも飲むか。しげじはぼんやりそんなことを思った。おひさは三吉のものと自分でもはっきり決めているのに、おひさが三吉の着物や羽織などを縫っていたりすると、いつものように胸が痛くなる。以前のように耐え難いというほどではない。一時たてば消えてしまうが、その痛みを感じた時の頼りないような寂しさの方が心に残るようになった。明るいうちから飲みにも行けず、浅草の奥山へでも行ってみようかと思い、着替えをしているところへ三吉が来た。ちょっと相談があるんだが、と言って三吉はしげじの様子を見た。出かけるのか？用じゃねえんだ。上がってくれ。うちへ来てくれないか、と三吉が言った。ここじゃ話しにくいんだ。第七章。三吉はそわそわしていた。一緒にうちへ行ってみると、老人も女も留守だった。茶でも入れようか、と三吉が言った。ちょうど湯が沸いてるが。どうしたんだい？しげじは不審そうに三吉を見た。茶だなんて珍しいこと言うじゃねえか。俺だって茶ぐらい入れるさ。まあ楽にしないか。それはおめえの方だろう、としげじは言った。なんだか今日は様子がおかしいじゃねえか。相談ってのはなんだ？まあとにかく茶を入れよう。しげじは口をつぐんだ。何かあったな。そう思いながら、ふと脇にある机のようなものに片肘をついて寄りかかった。唐草の風呂敷がかけてあるからわからないが、寄りかかった感じは机のようであった。あ、ちょっと、とすぐに三吉が言った。そいつはいけねえ。そいつに触るのはよしてくれ。しげじはすぐに離れた。うっかりしてた。机のようだな。机じゃねえんだ。今見せるよ。三吉は茶を入れてきて座った。母兵の好みだろうか。小ぶりな茶碗も高価な品のようだし、茶の味もしげじには初めてのびっくりするほどうまいものであった。こんな裏長屋などで茶らしい茶を飲む家はない。もちろん高価だということが第一だが、食うことに追われている生活では、落ち着いて茶を楽しむなどという心のゆとりがなかった。茶といえば、老けたような匂いのする安い番茶で、それを色の出なくなるまで入れて使うから、白湯を飲むのとさして変わりがなかった。三吉は茶を一口すすると、机のようなものにかけてある風呂敷を取った。俺が作ったんだ、と三吉は言った。どう思う？しげじは座り直した。二段になっている文台のような道具で、青貝入りの金蒔絵が見事に仕上がっている。下段は四枚の扉があり、中央の二枚が左右に開くのだろう。合わせ目に小さな銀の錠前がかかっていた。蒔絵は暗い朱色の地に金で細かく秋草が散らしてあり、ところどころに青貝が光っていた。大層なもんだな。しげじは手を伸ばしてそっと小刃を撫でながら言った。俺なんぞにはよくわからねえが、これは大層なもんだ。
何か気のつくことはねえか。どういうことだ。これを見てくれ。三吉は指で青貝の部分を指し示した。こことこれだ。うん。しげじは目を近づけた。虫のようだな。スズムシだよ。忘れちゃったか。しげじはスズムシと口の中でつぶやいた。いつか絵図を見せたろう。はあ。としげじは言った。口まで出かかってたんだ。小村屋の分台だったな。確か厨子って言うんだ。スズムシの厨子だ。だっておめえ今自分で作ったって言いやしなかったか。頼まれて写しを作ったんだ。へえ。しげじはもう一度熱心に見直した。そういえばあの時見せてもらった絵図とそっくりのようだな。いつの間にやったんだ。普通なら1年くらいかかるだろうが、と三吉が言った。俺は前から早漆と言って、漆の重ね方や乾かし方の工夫をしていた。まだ誰も知らねえんだが、それでやると普通の3分の1で仕上がるんだ。餅はどうなんだ。これが初めてだから確かなことは言えねえが、1年かけてやったのと違いはねえはずだ、と三吉は言った。だがそれはまたのことにして、おめえに一つ頼みがあるんだ。俺にできることか。親方に話してもらいてんだ。三吉はちょっと口ごもった。差し物職だから得意先にこういう道具を欲しがっている客はねえか。もしあったら売ってもらいてえと思うんだが。わからねえな、と言ってしげじはふと目を上げた。しかしおめえ今頼まれて写しを作ったって。そうなんだ、と三吉は咳込んでいった。ある道具屋から頼まれて代金まで決まってたんだが、その道具屋が急に潰れちまって、俺は金がいるし途方に暮れちゃってるんだ。しげじはちょっと考えてから聞いた。値段はどのくらいなんだ。道具屋との話では50両ということだったが、事情が事情だから現金なら30両でいいんだ。金は急ぐのか。急ぐんだ、と三吉は言った。実は嫁をもらうことになっていいうちがあったもんだから手付けを打ったんだが。嫁をもらうって。しげじはドキッとした。胸の中でドキンと音がしたような感じだった。そうか、そりゃよかった。そいつはいいや。そういうことならすぐ親方に話してみるが、値段のところがどうなるかな。自慢するようだが、これはスズムシの厨子で通る品だぜ。時代の色までそっくり写したんだ。腕のいい道具屋ならスズムシの厨子で金200枚には売れるくらいなんだ。しげじは妙な顔をしたが、うん、とうなずいてまた三吉を見た。今うちへ手付けを打ったって言ったが、所帯を持つのはここじゃねえのか。ここじゃまずいんだ。相手の育ちが育ちだからな。いくらなんでも育ちが育ちって。しげじが遮った。そらどういうことだ。それを言わなかったっけ、と言って三吉は照れ隠しに笑った。はじめに言うつもりだったんだが、相手は小村屋の娘なんだ。しげじは口を開いたが言葉は出なかった。俺があの厨子の繕いに通ってたことは話したな、と三吉は続けた。その間ずっとその娘、おすがって言うんだが、茶や八つの世話をずっとしていてくれたんだ。年は18、器量もちょっとずば抜けているが、おっとりした娘で、そうだな、座っていろといえば一日中座っているっていうようなところがあるんだ。修理に通っているうちにこの娘を妻にもらえれば、俺は立派な仕事ができると思った。問題は向こうが富豪でこっちが平の職人だということだが、しかし明恵氏としての俺は人に遅れを取らない腕がある。向こうは金、こっちは腕だ。とにかく当たってみろと、まず娘に自分の気持ちを打ち明けた。娘は別に驚いた様子もなく、あっさり、ええ、いいわと答えた。
その辺の王様なところが、何とも言えずおすがらしいんだ。と三吉が言った。それで勇気がついたからすぐ旦那に話してみた。ちょっとごたごたしたが、おすがが行くというので、結局話がまとまった。ちょっと話の途中だが、と茂地が、舌のもつれるような口ぶりで遮った。そうすると、おひさはどうなるんだ？三吉はいぶかしそうな目をした。どうなるって、おひさちゃんがどうかしたのか？あの子は昔からおめえが好きだった。おめえだって好きだったじゃねえか。俺はいつも見ていてよく知ってるんだぜ。そりゃ、好きなことは好きだったさ。しかし好きだっていうことと、夫婦になるならねえってことは、知らばっくれるな。と言ってから茂地は声を抑えた。おい、俺はこの目で見たんだぜ。おめえと俺が19、おひさが14の年だ。俺の棚へ訪ねてきたおめえは、勝手口の外にある薪小屋のところで、おひさと抱き合ってた。どんな風に抱き合ってたか、俺の目には今でもはっきり残ってるんだ。あれがただ好きだっていうだけでできることか？待ってくれ。三吉は額を横撫でにした。うん、覚えてる。思い出したが、それはおめえの思い過ごしだ。どこが思い過ごしだ？おめえの言う通り、俺は19、おひさちゃんは14だぜ。と三吉が言った。好きだという他に何の気持ちもありゃしねえ。子供同士のちょっとしたいたずらで、そのくらいのことは誰にだって覚えがあるだろう。ちょっとしたいたずらだって？しげちの顔から血の気が引いた。あれがちょっとしたいたずらだってのか？やろう！しげちは片手で三吉を殴った。三吉の顔がぐらっと揺れたが、酒もせず抵抗もしない。それでさらにしげちは逆上し、飛びかかって馬乗りになると、拳で相手の横瓶を殴った。いけねえ。またやった。心のどこかでそう叫ぶ声がし、そこへおひさが駆け込んできた。よして、しげちゃん、危ない。おひさはしげちにしがみついた。ご嬢だからよして、危ない。よしてちょうだい。しげちは殴るのをやめ、三吉の眉のところにある昔の薄い傷跡を見た。穏やかに話そう。と三吉が平べったい声で言った。緊張へみっともねえから。しげちゃん。とおひさが泣き声で言った。しげちは体をどけ、三吉は起き直って着物の襟を合わせた。もういい。大丈夫だ。としげちはあえぎながらおひさに言った。これから男同士で話すことがある。もう乱暴な真似はしねえから、おめえはうちへ帰っててくれ。第8章。半時ばかり後、おひさが晩飯の支度をしていると、勝手の障子を開けてしげちが覗いた。むつが鳴ったら、私場のところへ来てくれ。彼はささやいた。話があるんだ。むつね。とおひさはうなずいた。いいわ。しげじは障子を閉めて去った。おひさがお蔵の私へ行ったとき、しげじは貸しっぷちにたたずんで、暗くなった隅田川の水面を眺めていた。あたりはもうすっかり暮れてしまい、向こう岸の火がまばらにちらちらと瞬くように見えた。その私は、6時が刻限なので、私小屋も戸を閉めていい、貸し沿いの道にも通る人はほとんどなかった。ちょっと飲んでいたんだ。おひさを見ると、しげじはすぐに言った。臭かったら離れていてくれ。先に言っとくわね。おひさはしげじの言葉に構わずそう言った。私、悪いけれど、あんたたちの話を聞いちゃったのよ。スズムシの厨子のこともか？ええ。頼んだ道具屋さんが潰れたってことも。あれは贋作だ。と、しげじが言った。写しだと言ったが、道具屋と結託して、
スズムシの厨子の偽物を作ったんだ。あいつはもうダメだ。三吉はいい腕を持っているが、その腕のいいのが仇になった。今から道具屋と組んで、名物の偽作なんぞするようじゃおしまいだ。だって、あの人お金がいるんでしょ？作り出したのはその前からだ。と、しげちは怒りを抑えかねたように言った。おめえが帰ってから俺は言ってやった。そんな無理なことをして嫁にもらったって、本場日傘で育った金持ちの娘に、おめえの稼ぎでやりくりのできるわけがねえ。また贋作、偽物を作るということになるぜって。あんたは昔からあの人が好きだった？好き以上だ。俺はあいつこそ万人に一人っていう職人になると思ってた。と、しげじは言った。人間ってもなあわからねえ。俺はあいつを、俺なんぞとは段違いなやつ。今に必ず偉くなるやつだと信じ込み。あいつが俺の友達だっていうことが自慢だった。あいつのためならどんなことをしてもいいと思い、一番が、おめえのことさえ諦めたくらいなんだぜ。知ってるわ。と、おひさがささやき声で言った。私、知ってたのよ。しげじは顔を背け、おひさから離れて、かしっぷちを、石垣すれすれにごろっぽ行き、そこで川の方に背を向けてしゃがんだ。男が二人、お蔵の方から高声に話しながら来、しげじとおひさを認めたのだろう。通り過ぎて行きながら、よう、お楽しみ、と言った。どうやら酔っているらしかったが、それ以上からかう様子もなく、弾んだ声で話しながら去っていった。お楽しみか。しげじは強く奥歯を噛み合わせた。ここでカニを取ってやったことがあったっけな。おひさがこっちへ歩み寄ってきた。私、しげじさんが好きだった。と、おひさは低い声で言った。こんな小さい自分からずっとあんたが好きだった。そのことを知ってもらおうと思って、ずいぶん小さい知恵を絞ったのよ。でも、あんたは感づいてはくれなかった。あんたは一人気めに、私が三吉さんを思ってるって、自分だけで思い込んでいた。私が口やそぶりでどんなにそうじゃないってことを知らせようとしても、あんたは気づいてもくれなかったのよ。しげじはしゃがんだまま両手を固く握り合わせ、それを額へぐいっと押し付けた。それが本当なら、と、しげじはよく聞き取れない声で言った。いや、今でもそう思っていてくれるのか。おひさは答えなかった。呼吸5つほど数えても答えのないことで、しげじにはおひさの気持ちがおよそわかった。三吉はもうダメだぜ、と、しげじが言った。あいつは小村屋の娘をもらうだろう。だがそれも長続きはしねえだろうし、職人としても立ち直ることはできやしねえぜ。ダメなことは私も同じよ。おひさが言った。牧小屋の前であの人に抱かれたとき、私これがしげちゃんならって思った。あんな風に抱かれるなんて夢にも思わなかったし、抱かれるとすぐにこれがしげちゃんだったらいいのにって思った。おかしいようだけれど、今でもそのことは覚えているのよ。俺にはとても、と、しげじが口の中でつぶやいた。とてもそんな勇気ありゃしね。けれども俺は、いいえ、ダメ。もうダメなの。おひさはそっとかぶりを振り、何の感情もない声で遮った。しげじさんが、私のこと、あの人が好きだと思い込んで、いつまでもそう思い込んでいるのを見ているうちに、私、あの人のことが本当に好きになってしまったの。しかし、おめえもわかっているはずだ。あんたが悪いのよ。むしろ明るい口ぶりでおひさが言った。こんなに
あの人のことが忘れられなくなったのはあんたのせいよ。私もダメなの。本当にダメなのよ。しげじは黙った。おひさも口をつぐんだ。私、わかってるわ。おひさがやがて言った。あんたの言う通り、あの人は小村屋からおかみさんをもらっても、きっと長続きはしないでしょ。そればかりじゃない。男のあんたにはわからないようだけれど、あの人は今が行き止まりよ。万人に一人なもんですか。女には女の勘があって、男のことは案外よく見えるものよ。あの人はもう行き止まりだわ。これからはただ落ちるだけよ。しげじがきっと振り向いた。するとおひさは何かを避けるように、しげじの顔を見つめながら後じさりをした。あんたは幸せになれるわ。後じさりをしながらおひさが言った。うちの町内にだって二人もあんたのことを好きな人がいるわ。もうすぐあんたは店を持つんだし、どんないいおかみさんだってもらえる。あんたはきっと幸せになれてよ。おひさはついに泣かなかったし、泣き声も出さなかった。第九章。どうしたの？と女が言った。ちっとも上がらないじゃないの。お口に合わないんですか？おめえに一つ行こう。あたしダメなの。と女が言った。このうちはやかましいのよ。しげじは杯を出し、女は酌をした。本所らしいな、ここは。彼は、継がれた杯を持ったまま、店の中を眺め回した。天井に八軒が二つ。木口の新しい、小綺麗な店の作りを明るく照らしている。白磨きのがっちりした飯台が四つ、二列に並べてあり、腰掛けも樽ではなく、よく枯らした、杉の厚い板で一人ずつ座布団が置いてあった。もう遅いのだろう。客はまばらで、板場に通じるのれんの奥も静かになっていた。ここは本所か？と茂次が聞いた。その次は私の名でしょ？と女は言った。私お絹、どうぞごひいきに。本所のどの辺だ？その時向こうで、絹ちゃんと呼んだ。三人の客の相手をしていた女中である。お絹は、ちょっと待ってね。と言ってそちらへ立って行った。しげじは、杯を口へ持って行ったが、眉をしかめて口から離した。本所のどこだろう？彼は自分の考えを、そっちへそらすようにつぶやいた。あれから一軒、二軒、ここが四軒目だな。杯を持つ手がふらふらし、杯の酒がこぼれた。しげじは肘をついた左の手で顔を支え、何かを耐え忍ぶように唇を噛んだ。落ち葉に雨の音を聞く。三人連れの向こうの客の一人がいい声で歌い出し、その連れがやじを入れたので、歌はそれっきり聞こえなくなった。懐かしいな。しげじは目をつむった。あの人、お次と言ったっけ？もうすぐよ。こういう気持ちがわかるようになるには、学問も金もいらないからねって。そうだ、学問もいらず金をかけなくっても、いつかはみんなそういう気持ちを味わう時が来るんだ。今から思うと、俺はもうあの時、ああいう気持ちがわかっていたらしい。だからあの歌ばかり歌ってたんだ。へっ、だらしのねえやつだ。と彼は思った。
もう忘れちゃったな。しげじは目をつむったまま、探り探り口の中で低く歌い出した。落ち葉に雨の音を聞く。隣は恋のむつごとや。彼はつむった目にぎゅっと力を入れた。私、その歌大好きよ。と女が言った。あと聞かして。女が戻ってきたのを知らなかったので、しげじはびっくりし、杯の酒をまたこぼした。女は布巾で台の上を拭き、甘毒栗を取り上げた。あら、やだ。お絹が言った。ちっとも減らないじゃないの。どうなすったの？この歌を知ってるのか？と、しげじが聞いた。文句はよく知らないのよ。でも好きな歌だ。お絹が言った。はい、お酌。冷たいわね。お顔直してきましょうか。それより水をもらいてえな。お冷やね。はい。お絹は立っていった。後の文句は歌わない方がいいとお次が言った。後の切れている方が情が残るようだってとしげじは思った。お絹が湯飲みに水を持ってきた。彼は一息に飲み干そうとしてむせ激しく咳込んだ。感情と彼はつぶやきながら言った。今の後を聞かせてくれないの？この次だと彼は言った。今度来た時にな。きっとよ、きっといらしてね。きっと来るよと彼はうなずいた。感情をして外へ出ると、町はひっそりとしていて、辻灯台の他には一つの明かりも見えず、かなり強い風が吹いていた。しげじは立ち止まって左右を見回した。どっちへ行くんだ？真っ暗な町を眺めながら、彼は途方に暮れたようにつぶやいた。これからどっちへ行ったらいいんだ。山本周五郎作落ち葉の隣、全文読み切り、初出小説新潮、昭和34年1959年10月より。第一章。流行り病を病んで母の亡くなったのは、正之助が7歳の年の夏の末だった。母は優れて美しい人だったが、漆のようにつやつやとした黒髪と長いまつげに包まれた大きな目とに特徴があった。ことにその目は瞬きをすると言いようのない美しい艶が現れ、一層顔が優しく見えるので、正之助はたびたび、かか様、また瞬きをしてみせてとねだったものである。母はいつも微笑しながら、言われる通り静かにパチパチと瞬きをしてみせてくだすった。母が亡くなってから間もなく、父はお上の申しつけで江戸へ去った。それまで父は奥納戸係の取り締まりをしていたが、殿様のおぼし召しでおそば御用という重い役目に取り立てられ、江戸のお屋敷でお勤めをすることになったのである。あちらへ行って落ち着いたら正之助も呼んであげるから。そう言って父は家来たちを連れて、秋の中頃に江戸へお立ちになった。父が去るとにわかに家の中が寂しくなった。広い屋敷の南は武家町に続いていたけれど、北側と後ろは九霄山の総林で、夜更けなどには
狐の鳴く悲しげな声が聞こえたりした。家族はおじいさまと秋代というおばさまと、それから正之助の三人になっていた。家来たちも多くは父の友をして去ったので、弥平という老家父のほかに侍が二人、下男と橋溜めとで五人、それで全部だった。それにおじいさまは隠居をなすっていたので、訪ねてくる客も少なく、いつも人声の絶えなかったにぎやかな屋敷の中は嵐の後のようにひっそりしてしまい、今まで気づかなかったおじいさまの咳の声までがいくつもの部屋を越してはっきりと聞こえるくらいだった。母の百花日の気が明けた日、おばさまは正之助を仏間へ連れて行って座った。正之助さん、今日でお母さまの気も明けました。明日からまたあなたは学問や武芸のお稽古にお通いなさるのです。私は亡くなったお母さまからあなたのことをよく頼まれました。今日からおばさまを母と思ってください。お父さまもお留守ですし、じいさまはお体がお弱いのですから、しっかり勉強なさらないと世間の人に笑われて、お父さまや亡くなったお母さまの恥になります。ようございますか。おばさまは仏壇の前でこうおっしゃった。おばさまはその時二十歳だった。丸顔で体つきのふっくりとにおやかな声の美しい人だった。秋代さまの声を聞いていると春が来たようで、とよくみんなが言っていた。正之助がいたずらをして叱られると、いつもすぐに来てお詫びをしてくだすったし、武士の子にはふさわしくないという父に内緒でいろいろなおもちゃを買ってくだすったこともある。どんなに甘えても決してすげなくされることのない優しいおばさまだったけれども、その時仏壇の前にきちんと座ったおばさまはまるで人が違ったように思えた。言葉つきもきつかったし、正之助を見る目元にもなんとなく冷たい色があった。それからこれまでお稽古には助けに友をさせましたけれど、召使いたちの手が足らなくなっていますから、これはお一人でおいでなさるのです。でもそれでは平武士の子のように見えますよ。あなたの心さえ正しくしっかりとしていれば、他人にどう見えようと気にかけることはありません。さあもう一度仏壇へお香をあげなさい。おばさまの様子があまり違うので、正之助はなんだか悲しいような気持ちになり、お香をあげながらふとお母さまのことを思い出した。それからいろいろなことが変わった。それまでおじいさまのおそばで寝ていたのを別に自分の部屋が決められた。朝もずっと早く、午前四時には起きなければならない。そして井戸端へ行って自分で水を汲み、顔を洗ったり裸になって体を清めたりするのである。季節はもうすっかり冬になっていたので、正之助にはそれがずいぶんつらかった。そして朝な朝な重い鶴瓶の綱を手繰りながら、お母様が生きておいでなすった時はこんなことはいつも誰かがしてくれたのに、と思って自然と涙ぐむことがしばしばだった。お稽古から帰るといつもおやつの菓子がもらえたのに、それもやめになった。その上おばさまがなぎなたを持って武芸の練習を半時ほどするのである。だから夕食が済む頃にはまぶたの垂れるほど眠くなっているが、それからまた素読のおさらいをしなければならないのであった。もっとはっきり
声をはっきり上げてお読みなさい。おばさまはピシピシとお叱りになった。ご両親が揃っているものと違って、少しでも人に劣ると、あれは片親だからとすぐに言われます。心を引き締めて、鳥取藩の誰にも負けない立派な武士にならなければいけません。その言葉を聞きながら、正之助はじっと亡きお母様の優しい面差しを胸に描いていた。第二章。冬になって初めての雪の朝だった。起きた自分にはもう高げたも埋まるほど積もって、その上になおさらさらと乾いた粉雪が小闇もなく降りしきっていた。正之助はお稽古に行く支度をして玄関まで出たけれど、遠い塾までの困難な道を考えると急に嫌になり、なんだか気持ちが悪いからと言ってやめようとした。おばさまは元気をつけるように、出かけてしまえば少しくらい気分の悪いのはすぐに治りますと繰り返しおっしゃった。しかしそれでも正之助が難っているので、どうしてもそんなわがままをおっしゃるならと言いながら、正之助の腕をつかんで裸足のまま玄関から門の外へぐんぐんと引き出した。おじいさま、正之助は泣きながら叫んだ。それから老家父の名も呼んだけれど、おばさまは少しも力を緩めず、雪の中を引きずるようにして正源寺の墓地まで引き立てていった。そして正之助を母の墓の前に座らせ、ご自分も雪の上にぴったりお座りになった。私はあなたのお母様に、あなたが立派な武士になり、お国のために役立つ人間になるよう世話をしてくださいとくれぐれも頼まれましたけれども、あなたは少しも私の言うことをお聞きなさいません。学問も武芸も本気になって勉強なさらないし、すぐにめめしくお泣きになったりする。その上、こればかりの雪に恐れ気分が悪いなどと偽りをおっしゃって勉強をお怠けなさるようでは、とても立派な武士になれる見込みはありません。亡くなったお母様とのお約束は守れないと思いますから、私はここであなたを刺し、自分も死んでお詫びをするつもりです。おばさまはそうおっしゃると懐剣をお抜きになり、片手で正之助の襟をぐっとおつかみになった。正之助は青くなった。これから本気になって勉強します。きっと立派な武士になります。悪くございました、おばさま、どうかお許しください。口ではどのようにおっしゃっても、心が元のままでは同じことです。私も覚悟を決めているのですから、あなたも未練な真似をなさらないで、せめては潔く死んでください。さあご一緒にお母様のお墓を拝みましょう。死ぬことは怖くはありません。正之助はきっと目を上げていったけれども、立派な武士にならずに死んでは、お母様のおそばへ行っても叱られます。おばさま、正之助はこれから本気になって勉強します。そしていつ死んでもお母様に褒められるような良い子になります。どうぞ今度だけお許しください。お願い申します。おばさまの方が引きつるように震え、目をおぬらしになすったようだった。そしてしばらくの間、正之助の顔を見守っていらしたが、やがて静かに襟をつかんでいた手を離した。ようございます。今おっしゃった言葉をお信じ申しましょう。では、お家へ戻って早く塾へおいでなさいまし。その時のことはいつまでも忘れられなかった。夜更けなどにふと目覚めて、新刊とした九条山のあたりに狐の鳴く声を聞いたりしても、もう
頭からヤグをかぶったりするようなことはなく、じっと闇の中にお母様の顔を思いながら怖さと戦った。お母様がお望みなさるような強い子にならなければ、そう思って歯を食いしばった。一度はおぼろげになった母の面影が鮮やかによみがえってきたのはその頃からだった。裾へ引くほどもあったお美しい黒髪、いつも静かに微笑を浮かべておいでになるお口元、そして瞬きをすると言いようもなくお優しい艶の現れるあのお目など、いろいろなことが生きていらっしゃった頃よりもまざまざと、本当にまざまざと思い描くことができた。おばさまは本当に人がお違いなすってしまった。いつかは元のようにお優しくなるのではないか。どんなに甘えても決してすげなくされることのないおばさまに戻ってくださるのではないか。正之助はひそかにそう願っていたけれど、おばさまの様子は少しも元へ帰らず、春が来たようなと言われたお美しい声までが冷たく固く変わってしまった。そしていつも厳しい目で正之助のすることを見守っておいでになり、ちょっと怠ける風が見えても、正源氏の墓地で約束なすったことをお忘れですかとお叱りなさるのであった。二年ほどたったある夏の夜のこと、机に向かってお習字をしていた正之助は、ふとおじい様のお部屋で話し声がするのに気づいた。おじい様は怒っておいでなさる様子で、お声がいつもより高かったのである。それでは約束が違う。一年延ばしてくれというので秋山へそう申したのだ。これ以上待てと言えるものではない。それでは破談にせよと申すも同じことではないか。それでも致し方はございません。第三章。ああ、お嫁入りの話なのだと思い、正之助はじっと耳を澄ました。一体お前は秋山へ嫁ぐ気持ちがあるのかないのか、それをはっきり言ってごらん。おばさまの返事は聞こえなかった。正之助はおばさまがお嫁にいらしたらと考えるだけで体が伸び伸びするような気がした。おじいさまならお優しいから、そうすればこんな窮屈な毎日ではなくなるに違いない、そう思いながら、ふとおばさまは早くお嫁入りなさるといいとつぶやいた。するといつの間にか後ろにおばさまが来ていらっしゃって、その姿勢は何事です？勉強なすっているのですか？遊んでいるのですか？と厳しい声でおっしゃった。あまり不意のことなので正之助は胸の鼓動が止まるほどびっくりして、慌てて筆を取って宗師に向かった。それでもおばさまはそれ以上は何もおっしゃらず、静かにご自分のお部屋へ立って行かれた。今の言葉をおばさまはお聞きなさらなかったのかしら、それともお聞きになったのかしら。もしお聞きになったとしたらお気の毒だが、そう考え巡らしながら正之助は一人の時でも決してそんなことは口にすまいと自分に誓った。お前も呼び寄せるとおっしゃったけれど、父からは来いという知らせはなかった。初めのうちは待ちわびて、いつお呼びくださるのですかという手紙をたびたび差し上げた。そういう時にはいつもおばさまがお厳しすぎるので悲しいと書いてあげたけれど、父からは決まって、侍の子はどんなに厳しく育てられても厳しすぎるなどとは言わないものだ、父が江戸へおいでと言ってやるまではおばさまの申しつけをよく聞いて、どんなにも良い子に成長しなければならない、そういうお返事が来た。いつ来るお返事も同じことしか書いてないので、正之助はだんだんお手紙を差し上げるのがつまらなくなり、
やがて決まったご挨拶をお送りするほかにはお便りを差し上げることもまれになってしまった。月日が経つに従って正之助は学問も武芸も目立って進み出した。ことに鳥取藩は学問が盛んで、どの町の辻に立っても素読の声が聞こえると言われるくらいだった。町家でもそれほどなので、武家はなおさら随分抜きんでた秀才も多かったが、正之助はその中でも優れたものに数えられるようになった。けれども、おばさまは口癖のように、堅い中で少しくらい秀才と言われて慢心なすってはいけません。いつかは江戸へおいでなさるのです。お江戸には日本中の秀才が集まるのですから、もっともっと勉強なさらなければ笑われます。そうおっしゃって少しの油断もお許しにならなかった。そんな時正之助は決まって亡くなったお母様の面影を忍び、お母様がおいでなすったら一度くらいは褒めてくださるだろうのにと思い、どんなことがあってもおば様を好きになってはあげないからと考えることがたびたびだった。正之助が12歳になった春、お弱かったおじい様が霜の消えるように静かにお亡くなりになった。お母様が亡くなった時はまだ幼かったので、悲しみもそれほどではなく、かえって月日の経つほど悲しみが増すばかりであったが、おじい様の時には随分悲しく、泣いても泣いても涙がせき上げてきて、幾日もの間目を泣き晴らしていた。おば様のお嘆きは、見るのもつらいほどで、わずかな日の間に見違えるばかりお痩せになった。そういう中にも嬉しかったのは、21日の忌日に江戸から父が帰っておいでなすったことである。5年ぶりでお目にかかる父はいくらかはお老けになったけれど、顔色などはつやつやとしてご健康そうだし、立ち居や言葉つきなどはずっと伊賀お付きになり、いかにも重いお役目にふさわしいお人柄になっておられた。立派な体に成長したな。14、15くらいには見えるぞ。どれ、立ってごらん。父はそう言って正之助を頼もしげな目でご覧になった。正之助は嬉しい中にも、おばさまはどんなふうに父の言葉をお聞きなすったかと思い、どうです、父はこんなに正之助を喜んでくださいますよと言いたい気持ちで大きく胸を広げるのだった。喜びはそれだけではなかった。正之助は父と一緒に江戸へ行くことになり、35日の忌が明けると、母のお墓にお別れをして生まれて初めての旅に登った。季節は晩春で、野山には色とりどりの花があり、移りゆく遠山の青、流れる雲の白など、目につくものがみんな楽しかった。山界の道が幾日も続いた。指の切れそうな冷たい川を渡った。丹波の国へ入ってから雨に降り込められて、3日ほど宿で過ごしたこともあった。京では名所を見せていただき、大阪へも足を止めた。けれど、それらのものを全部集めても、遠江の国で初めて富士のお山を仰ぎ見た時の大きな驚きには比べることはできなかった。正之助が江戸のお屋敷に着いたのは5月の半ばのことであった。第4章。江戸へ出た正之助は、間もなくある高名な学者の塾へ入門した。その塾は規則が厳しくて、なかなか普通のものでは入門できないのだが、正之助は素読吟味も難なく通り、ずっと年長のものを飛び越して入門することができた。その時父は、なかなか正之助は偉いのだな。そう言ってお嬉しそうな笑い方をなすった。正之助も嬉しかった。その夜は、なかなか眠れず、何度も父の言葉を
口の中で真似てみた。お母様、正之助は偉いでしょ？ね、偉いでしょ？そんなことをつぶやいていると、亡き母の面影が宙に浮かび、優しく瞬きをなすって、幾度もうなずいてくださるように思えた。鳥取の国元で抜きんでたように、江戸屋敷でも間もなく、正之助の名は評判になった。学問に優れただけではなく、武芸の道場でも年長の人の目を集めた。けれども、正之助はそれで慢心するようなことはなかった。朝はいつも四時に起き、冬のいてる中でも裸になって身を清めた。夜は更けるまで机から離れず、父に叱られてから寝るようなことがしばしばだった。明くる年の2月のことだった。父は正之助を居間へ呼んで、しばらく吉名仕事を話していたが、やがてふと笑いながら、どうだ、鳥取へ帰りたくはないか、とおっしゃった。正之助はすぐに、いいえ、決して帰りたくはございません。江戸へ参ってから正之助は本当に生き返ったような気持ちですもの。そうお答えをした。父は意外なことを聞くという様子で、しばらく正之助の顔を見ておいでになったが、次第にお顔の色が険しくなり、やがて膝をお正しになって、お前はまだおばさまが厳しく育ててくだすったことの意味をよく知らないのだな。父はそうは思わなかった。お前が心からおばさまに感謝しているものと信じた。よく考えてごらん。母が亡くなり、父が江戸へ去った後、おばさまは若い女一人の手でお前をお育てなすったのだよ。お前が気に入るように、お前の喜ぶように好きに任せて育てるのは造作もないことだ。けれどもしそうしたとしたら、お前はどんなふうに成長しただろう。世間でよくおばあさん子は三文安いというが、それは甘やかして育てた子は世の中へ出ても役に立たぬという意味だ。お前は今学問でも武芸でも人に負けない子になっている。それはお前が熱心に勉強しよく励んだからだ。お前の努力の賜物には違いない。けれどそれは後ろにおばさまがいて絶えずお前を導き力をつけてくだすったからだ。ちょうど柱を支える土台石のように、おばさまが下からしっかりとお前を押し上げていなすったからだ。お前はそれに気がつかず、おばさまが厳しすぎるということを何度も手紙に書いてよこしたね。けれど正之助、よく考えてごらん。おばさまはお前を育てるために自分の一生をお捨てなすったのだよ。正之助はびっくりして目を上げた。父は悲しげに眉を曇らせながらおっしゃった。おばさまは秋山幸恵という人のところへお嫁入りをするお約束があったのだ。三年も前からのお約束だった。けれどお前の母が亡くなってから、お前が不憫で家を出る気になれなくなった。それで半年一年とお約束を延ばしていた。秋山家からはたびたび厳重な掛け合いが来て、おじい様は随分お困りになった。そしてついにお約束は破談になってしまったのだ。こんなことはお前に言ってもよくはわかるまいが、おばさまは秋山家へお越し入れすることを本当は心から望んでいらしたのだよ。幸恵という人はやがて重役にもおなりなさる身分だし、人柄も立派な方だった。お越し入れすれば、おばさまの一生はきっと幸せになれた。そしておばさまもそれをお望みなすっていたのだ。けれどお前が不憫さに、母のないお前を育てるために自分からその幸せを
おせなすってしまった。一生の幸せを捨ててお前を立派に育て上げようとなすったのだ。父上様、もうおっしゃらないでください。よくわかりました。悪うございました。正之助は腕で顔を押さえながら泣き出した。本当にわかったのか。厳しくされるお前よりも厳しくなすったおばさまの方がどんなにつらかったかということがわかるか。わかります。正之助は考えが足りませんでした。おばさまに申し訳がないと存じます。わかればそれでよい。父は静かにうなずいて、それから少しは慰めるような調子でおっしゃった。ではおじい様の一周忌が来るから、お前は父の代わりに鳥取へお帰り、そして法事が済んだらおば様を江戸へお供ないして来るがよい。第五章、花の旅とでも言おうか。二人の友を連れて江戸を立ってから、行く道の野に里に梅が散り桃が笑っていた。駿河の国には桜が咲き染め、野には原毛が花むしろを敷いていた。正之助はゆくゆく、今日もまた花に暮らしつつ、春雨の梅雨の宿りを我に重なむ。大阪の関の関屋の板びさし、まばらなればや花のモルランなどという金塊集の歌を口ずさみ、鎌倉の秀でた歌人の心を忍んだりした。鳥取の城下へ着いたのは3月10日のことであった。おばさまは1年前にお別れした時よりもいくらかお太りになったようで、お顔も明るく目もさえざえとしていらした。お年若なのに遠い旅をよくご無事でいらっしゃいました。そう言ってお褒めになったので、思わずおばさまに褒めていただいたのはこれが初めてですねとお答えしてしまった。おばさまがちょっと悲しそうな笑い方をなすったので、正之助はいけないことを言ったと思い、すぐに座り直して、おばさま、正之助をお許しください。私は考えが足りませんでした。おばさまが厳しく育ててくださるのをただつらいと思うだけで、おばさまのお気持ちを少しも考えませんでした。でも今ではいろいろなことがよくわかりました。おばさまには本当にすまぬことばかりだったと思います。どうぞお許しくださいまし。そう言ってくださるのは嬉しゅうございますけれど、あなたはまだそのようなことを考えるには及びません。ただ一心に勉強なすってお国の役に立つ立派な人になってくださればいいのです。おばさまはそうおっしゃって、正之助にそれ以上何もお言い合わせにならなかった。でもお嬉しかったには違いなく、お顔つきのどこやらにそれからいつもほのかな微笑が浮かんでいるように思えた。おじい様の法会が済んで江戸へ戻る日が来た。一緒に江戸へお供内するはずだったけれど、お墓守りをするものがなくてはとおっしゃって、おばさまはやはり鳥取へお残りになることになった。出立をする前の夜、更けるまでいろいろお話をして正之助が自分の部屋へ帰ると、しばらくしておばさまがそっとおいでになった。もう寝たものと思いになっていた様子で、有明の灯火に正之助が振り返ると少しうろたえたような表情をなすって、狐が鳴いてももう怖くはないでしょうねなどと笑いながらおっしゃった。そして静かにお座りになったので、正之助も有明の灯火をかきたてた。正之助さん、あなたはいつもお休みになるとき
お母様、おやすみなさい、とお言いなすったでしょ。ええ、そう申しました。今でもそうお言いなさいますか。ええ、そう申します。おば様は、そう、というようにおうなずきになった。それからすぐに続けて、でも、お顔やお姿はもうお忘れでしょうね。と言い、気遣わしそうに、正之助の目をご覧になった。正之助は力を込めて答えた。いいえ、覚えています。お美しいおぐしも、優しいお顔も、目をつむれば、すぐにありありと見えますよ。ねえ、おばさま、お母様のお目は、瞬きをなさると、大変お美しくなったのをご存知ですか。正之助さんはそれもお忘れではなかったの。忘れませんとも。亡くなったって正之助にはたった一人のお母様ですもの。おば様は急にありがとうと言ってお泣きなすった。でもそれは悲しそうにではなくお嬉しそうな泣き方だった。本当のことをお話しいたしましょうね。やがておばさまは涙を拭き、静かにお顔を上げておっしゃった。私は正之助さんのお母さまが大好きでした。血を分けたお姉さまのようにもお慕いもしていました。そしてあなたのお母さまも私には大層親しくしてくださったのです。お亡くなりになるときには、私をお呼びになって、あなたのことを繰り返し繰り返しお頼みなさいました。お母様には何よりもあなたがお心残りだったのです。それでも私が固くお引き受けしますと、いくらかご安心なすった様子で、子供はずんずん育つものです。亡くなった母のことなどは、早く忘れて元気に成長してくれますようにとおっしゃいました。おばさまは涙を拭くためにちょっと言葉を途切らせ、しばらくしてお続けなすった。お母さまは死んだ母のことを忘れて早く元気に育つようにとおっしゃいました。あなたのためにそうお望みなすったのです。これが本当の母親の愛情ですよ、正之助さん。死んでゆく身にはいつまでも忘れずにいてほしいと思うのが人情です。亡くなった者には絶えず思い出してあげることが何よりの供養だとも言います。けれどもそれではあなたが強い子になれないと思いなすって、一日も早く忘れてくれるようにとお望みなすったのです。私にはそのお心がよくわかりました、とおばさまは言葉を継いだ。それであなたにお母さまを忘れさせたくなかったのです。私が厳しすぎたのも、何かにつけて辛くしたのも、どうすればあなたがお優しかったお母さまを思い出すからでした。あなたの心にあるお母さまの姿をいつも思い出すようにと考えてのことだったんです。正之助さん、私のことは心配なさるには及びません。これからも亡きお母様をお忘れにならないで、立派な武士になってください。はあ、そうだったのか、と思い、母とおばと二人の愛情に包まれた幸せを、正之助は今初めて自分の身にひしひしと感じた。その夜半、鳥取へ帰ってから初めて狐の鳴く声を聞いた。山本周五郎作面影、全文読み切り。書室少女の友、昭和17年7月号より。